ブルマイスターツヤクワガタは、昆虫甲甲虫目クワガタ虫かツヤクワガタ族に分類されるクワガタ虫。古い図鑑では、インドオニツヤクワガタと呼ばれ、他にも、ブルメイスターツヤクワガタとも呼ばれることが多い。インド南部に生息し、熱帯地域にある標高の高いウリンタイを住みかにしている。体長が最大で109ミ、mm、リメートル近くに達する個体もいて、 インターメディアツヤクワガタと並び、体調ではツヤクワガタ族の中で最長となる。成虫の上羽は大きく2色に色分けされ、生きている間、外側半分程度は透き通るような不規則な模様の、入った明るいオレンジ色になるのに対し、解合線に近い半分程度は黒くてに等辺三角形の模様となる。この色調は死ゆとも大きな差がない。 有勢虫の大顎は、腹葉型から長葉型まで多様な形状、大きさの変化を見せ、小型や中型個体では左右非対称になる場合がある。大型個体では先端部に4本ほど内葉が発達し、中央部と基部にも内葉が生じる。同地域には、デレッセルツヤクワ型やベルシカラーツヤクワ型が生息し、本種と同じく大型個体の長い大顎と、 上羽根の色の明るいオレンジが特色である。野生における詳しい生態は明らかではない。近年の分子系統解析の結果、ツヤクワガタ族は、ツヤクワガタア族に分類され、マルバネクワガタ族と近煙である。マルバネクワガタと同様に、幼虫は白色不及剤の腐食植生であると考えられている。自然下での生活感はあまり解明されていない。 成虫出現時期は8から10月。ペットとして飼われることもあるが、輸出ルートの関係から、一般にはあまり出回らないことも影響し、本属の昆虫としては、比較的高額で売買されることもある。本種を飼育する場合、幼虫、成虫ともに、摂氏28度を超えるような高温環境、摂氏15度以下の低温環境に弱く、温度管理は必須である。幼虫は、 丸バネクワ型のような腐食食性である。発酵の浅いマットや禁止瓶は消化、吸収することができない。被災年については混乱している。ありがとうございます。